どうも、なおっちです。タオルケットをもう一度、一をもう一度、その3、続きの方やっていきましょう。これ、撮るのちょっとまた、タオルケット1に関してはちょっと空いちゃったんですけども、タオルケット1をね、実況しようと思って、タオルケット1、カチカチってクリックしたらさ、笑う笑わうをね、間違えて起動しちゃうっていうね。久しぶりにタイトル画面見ちゃったから、なんか、おお、懐かしいなって思ったんだけどもね。こっちの方に切り替えてやっていこうと思います。あと、ちょっとね、このこと喋ったら多分、撮ってる時間帯とかわかると思うんだけどね。ついさっきちょっと、熊本の方で大きな地震があったということでね。少し心配なんですけども、学校の頃の友人が熊本の方だったり、あとは、最近というか、ここ数年でね、仲良くなった友達がやっぱり何人か九州にいるっていうので、ちょっと不安ではあるんですけども、多分大丈夫だと思うので、実況の方やっていきましょう。そんな暗い話題をしてもしょうがないということで。というわけで、前回は無事島を抜け出して、学校に戻ってきたんだけども、ロボットの歩き方しかできないから、それを、なんていうの?理由にね、いじめられると。コンチェルさん、モーチャスさんはどこにいましたか?今、モーチャスね。忙しいから先に帰ってだってさ。あら、それは残念です。それじゃあ、コンチェルさん。一緒に帰りましょう。いや、ごめん、ちょっと。なんで小学生なのに、あれなんだい?こういう、昼ドラ展開を繰り出そうとしてんだよ。やめてくれよ。なんか重い話題ばっかりになっちゃうじゃねえかよ。ラザニアは悪いけど、今日は先に帰ってちょうだい。わかりました。それじゃあ、また明日。また明日で、コンチェルさん。うん。ああ、素直。ラザニア。まあ、素直な方がいいよ。なんで、君がここにいるの?で、学校終わった。いや、わかるよ。学校終わった時のね、解放感。ロッカー?あ、ちょっと待って。これね、なんか、オンラインゲームをね、やっててさ、さっきまで。それのせいでね、ゲームパッドの、あれだ、いじっちゃったんだ。ちょっと待ってね、戻してくる。はい、お待たせいたしました。そのキー設定をね、なんていうの、入れたまんまだとね、PS2 コントローラーわかるかな?あれで言うね、×ボタンがね、この十字キーのね、下の部分と同じみたいな感じになっちゃって。だからね、下に行っちゃってたっていう。それをね、今直してきたんで大丈夫でございます。おぉ!これは今見逃さなかったぞ。ちょうど見えないけどさ、この吹き出しのコンチェルのこう、チェアあたりのさ、その上の部分にラザニアがいるじゃねえか。あら、早かったわね。私帰ろうと思ってたところ。いるよ。え、ラザニア?ラザニアはね、なんかあなたが来るの待ってられないってさ、性格悪いっすよ。パート1の時にコンチェルちゃん可愛い可愛いって言ってたけど、ちょっと、なんか、ちょっとね、いや、薄情なのはあなただからね。昼ドラ。で、仕方ないから私があなたのことを待ってたわけ。どうする?一緒に帰ってあげようか。コンチェルさん。やっぱり嘘ついてたんですね。そりゃ嘘でしょ。っていうか疑うあたり、ちょっとラザニアのね、性格もどうなのって。小学生のくせにさ、なんていうの?高度な戦いしすぎだよ。青。バレたか。いいじゃん。小学生なんだしさ、三人で仲良く帰ればいいよ。その日の夜、一本の電話がかかってきた。何さ。ちょっと前の新聞がある。ああ。
留守、いやーってか親とかいないの？ん？あっちでゴニョゴニョ、ひそひそ、早く喋ってよ。ひそひそ、わかったよ。でも笑わせないでよ。ブブブ。あ、モーチャスさん、私です。ラザニアです。私ね、今学校の教室にいるの。今ね、私お洋服着てません。ごめん、ビッチは無理だわ。モーチャスさんに助けてほしいな。早く助けに来て、プププ。もう意味がわかんないや。服を脱いでるっていうのはまずわかるよ。どうして助けに来てほしいのかわかんない。まあ、行くしかないんでしょ？てんてんてん。ああ、ここでコンチェルさんを見かける。変な虫がいつもいるみたいだけど、コンチェルさんにしかわからない虫のようだ。お？なんじゃいな。てんてんてん。何か上でゴニョゴニョ聞こえる。ここからお月様を眺めて心を落ち着かせる。小川のせせらぎとかも一緒に。なんだよ、ロボット来ちゃってんの？というか、夜だから空いてないや。尋ね牛、え？どういうこと？え？にーとは多分、関連性あんのかな？1は1で独立してる気がすんだよね。マップはさ、似てる部分はあるんだけど、今何か校舎にいたような気がする。お？ふふふさん、ふふふ。私はこの学校に住み着いている幽霊。あなたのことが気に入ったわ。どこかでちょくちょく化けて出てきてあげるから。あー、かわいい幽霊なら俺ウェルカムだわ。ちょっぴり鬱になった。なんで？どこにいんの？あいつ、ラザニア。ここか。いた。服着てるじゃねえかよ、お前。嘘つきやがったな。待ってました、モーチャスさん。グフフフフフ。あら。げへへへ、久しぶりだな、4番目。お前で最後だ、島まで強制連行だ。脳みそ、脳みそ取ってやるぞ。たまんねえ、脳みそ取り出すのや。やばいやばいやばい。逃げましょう。冗談なしにロボットに捕まれると殺されて脳みそ取られます。お、遅い遅い。え、甘いね、4番目。上と下から挟み撃ちだ。あら。これはね、俺の初実況の時思い出すよ。一番最初にやった実況はね、青鬼だぞ、俺が。もう逃げれるからね、このくらい。逃げす。え？え？カーブ？嘘。いや、してないよ。え、強制ワープっつってるけど、屋根あるから。え、屋根突き抜けた？よくさ、ゲームだとドカーン、ここじゃダメだっていう風になるじゃん。ああ。みんなまんまとやられたわけか。何のパイプだろう。ところどころに赤が吹き出している。とっても怖い。なんだか嫌な予感がするんです。あなたは私と結婚したいの？電話してきたでしょ。いや、してないけど。ちょっと気になってあなたの家に行ったらロボットよ。がっかりね、いろいろと。ラザニアの髪の毛がさ、この地面と一体化してて、今ここのところにいた瞬間さ、完璧に見えなくなってたわ。あ、モーチャスさん。回転しちゃって、ちょっとおっちょこちょいです。それはそうと、モーチャスさん。素敵な夜でしたね。ごめん、全く意味がわからない。あー、ガチャガチャ。しちゃえ。開かないか。ガチャガチャと静かにしてなさい。はい。うや。
さてさて、そろそろ脳みその時間だ。ていうか、てめえらロボットが脳みそ取ってどうすんのって話だよ。まず4番目お前だ。あとは青い亀の3番目も来い。やめてー。さあ、こっちだ、ぐへへ。わあ。ほら、逃げなさい。大丈夫、大丈夫。こんな変なのコテンパンにするから。あなたは先にここから逃げてなさい。私が何とかしてあげる。さすが、コンチェル。早くしろ。はい。コンチェルの男気。待ちやがれ、人間ごとき、脳みそを取ってやるぞ。あはははは、脳みそ、脳みそ、脳みそ。変態だ。逃げましょう。冗談抜きで捕まると殺されます。まあ、俺だったらね、逃げ切れちゃうからね、余裕だよ、もうこんなん。さっきも言ったけどね、俺の初実況は青鬼だと何度言ったらわかるんだ。セーブさせて。一応ね、いや、あ、戻っちゃった。いくら戻、あれだよ、ナメプとはいえどもね、戻るのは。いやー、追いかけっこがね、久しぶりでちょっと楽しいね。ほらほら、どうしたお前ら。ほらほらほら。どっち合ってんのこっち。あ。ああ。はい、お久しぶりです、三重さん。いやー、俺はね、三重さんに会いたかったんだよ。まさか。ねえ、せっかくタオルケットさ、2でさ、あんな悲惨なね、終わり方をしちゃった三重さんだけどさ、今回もね、あの画面だけゲスト参戦だった気がするから。看板を読もうとしただけなのに。もうね、なんかね、笑っちゃうわ、もう。なんか、この音楽がまたいいよ。なんていうの?この、ミスっちゃった時も、受け流してくれるような。この先は滑りやすいから、一歩歩くごとに2分待ちましょう。で、うっふふふ。おら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 。逃げるぞ。あれ?ここ、逃げれんの?あー!おお、もう数ご利用しかよ。逃げろ。おいおいおい。よっしゃ、俺の勝ち。はぁ、よかった。さすがにね、これ以上、3度目はないと思ったよ。3回ね、やられたらちょっとね、謝んなきゃって思ったね。あ。ネジくん。ネジくんね。まあ、あれだね。今思ったけど、一人だけ逃げちゃうっていうのもちょっと、それはまずい気がするけど。ああ、夜か。そっかそっか、飛ばされたのが夜だったからね。で、どこ行けばいいんだ?おう、戻ってきた。あ?なんかあんの?引っ越しの時の段ボール、まだあったの?タオルケット。よしよし。冷蔵庫がある、とても寒そうだ。タオルケットがあればなんとか寒さを防げそうだ。ていうか電源ついてんの?寒いよ。え、入ったの?どこ行った?見つけたら脳みそチュルチュルだぞ。ぐへへ。ほんとこいつらさ、タオルケットにんときは、あ、ひどいやっつってたけど、お前らもう今回ボコボコにするわ。見失った。キャー、死んじゃう。いや、やばいでしょ。やめてあげてよ。ちょっと。あ。うわ。いやー、ちょっと。
何やってんのお前ら。ん？で、冷蔵庫の中か。コンチェルさんもラザニアさんもパリパリ梅さんも来る気配がない。やっぱりみんなが心配だ。よし。よし。やっぱりみんなを助けに行こう。どうやって出んの？いや、だって地面に埋まってるもん、それ。扉が埋まってるもん。このままだと凍ってしまう。あ、ダメだ。タオルケットがカチンコチンに、体温がもう、カチン、あ。大丈夫？大丈夫じゃないよな。第3章、開頭日、開封日。やっぱりこれ生きてるですね。大発見ですね。なんだろう、このボックス機械。かなり昔のものね。あら、氷の塊ね。何か凍ってる。木綿様に知らせてきましょう。自分に対して命令要求、命令要求。この可愛い子ちゃんは誰だね。よし、回答完了。まあ誰だねと言ってもね、誰かは覚えているんでございますけども、自己紹介があるまで紹介はしません。回復できるクリスタルがある。全回復した。これは何？気味の悪いロボットがある。劣化ウランを撃っています。劣化ウラン？ウランで回復すんの？どういうこと？どうも、解凍された気分はどうです？冷凍されたことないからな、俺。私は形式番号 R45190HB です。覚えるのが面倒ならアームストロングタンでいいです。お久しぶりです、アームストロングタン。では、氷の生き物、生物さん、未来の世界へようこそです。未来の世界。もうちょっと詳しく説明してくんない？頭の中に埋め込まれていた。マジで？脳の機能が 15% なくなった？お面様が捨てたものを武器とか防具で売ってるぞ。おー、なるほどね。こういう風に売ってるってことね。ロボットはパンなんか食べないぞ。確かに。あ、でも、今思いついたんがさ、廃棄場。某、タヌキロボットじゃねえや、猫型ロボットだ。あれは食うよね。お、解凍されたみたいだな。木綿。見た目は、お婿さんにそっくりではございますが、違います。木綿です。僕の名前は木綿だ。このスクラップ工場で主任をしているんだ。今、君のことを調べている。外に出ちゃダメだよ。って言っても、今の状態を知るには外を見た方がいいかもね。やべ、くしゃみしそう。アームストロングタンに外に出たいって、外に出たいって相談してきて。君のデータを解析して、あー、そんなことしてるんだ。超頭いいな、木綿。外出たい。お外に出たいのですか？イエス。あー、ロボットの中、これ？変装。ガシン、ガチャン。おー、頭にアンテナ生えてる。じゃあ、これで外出ていいの？ロボットみたく動くのよ。喋ってもダメよ。バレちゃうから。ああ、なるほどね。おお。なんという、機械仕掛けの街。冷蔵庫。ふふふ、何かお探し。おお、いろいろ売ってる。まあいいや、ここら辺は今は。ありがとうね。また来世。機械を発見するのは、ほーん。てんてんてん。
あまりに壮大すぎて考えるのをやめた。なるほど。あ、これは何だい？ロッカー？地下へ通じる道がある。へぇ。お？これは見覚えがある地形だけども、同じ場所かは限らないよ。同じ場所とは限らないよね。これあれに似てるよね。あのタオルケットさんの宇宙船。何号っつったっけ？あれに似てる。とりあえず散策してみようか。スクラップ町？音声の繰り返し繰り返し。ウェポンとアーマーの店。武器屋さんってことだね。あ、ロボット嫌がる。あ、ナンバー4見つけたらまだ探してるってこと？なるほどね。だから変装してるわけだ。あー、地球はすべて検索したはずなのに。そんな頑張ってんだ。まあ、知らないけどね。お前、コンチェルちゃんをさ、あんな目に合わせやがって。どこ行きゃいいんだろうか。パーツの交換、あ、同じものだ。ふふふさんが売ってるやつと。お、なんだなんだ。何を話してんの？知ってるか？チビロボはここにも調査しに来るようになった。完璧な自我プログラムを作るには、あと一人の人間が必要らしいと。なるほど。なんかロボットに完璧な心を持たせたいってことか。わあ、おっかないな。本当だよね。最近さ、なんだっけ。なんて言うんだっけ。なんか、ツイッターとかでさ、勝手に喋ったりする人工知能か。ああいうのが流行ってるけどね。ああいうのを作ろうとしてるってことでしょ。完璧な。ロボットがいる。どうも。非常残酷ウサギ様の命令で4体集めるまでこのエリアを統括しているロボットだ。あらあら、新型のロボットじゃないね。見たことないし、君は誰？誰でしょうね。いや、見かけないロボットだね。まあ、さっきね、冷蔵庫から目覚めた男の子だからね。まあ、なんとなく、散策して分かったのは未来の世界に来ちゃってもうロボットしかいないってことでしょ。で、チビロボたちは未だにモーチャスのことを探しているってことだよね。さてさて、お、三葉虫違うよ。なかなか苦ってるじゃないか。外を見てきたけど、え、なんかどっか行かなきゃいけないの？ねえねえ。マジで？え、どこ行けばいいの？いろいろ見たつもりだったんだけどな。わかった。よし、もうちょっとだけやろう。で、それでなんかイベントが起きるかどうかで。え、敵なの？俺はさ、お前に話をしたかったんだよ。なのにいきなり廃棄処分だと。てかやべえ、杖。あぶねえ。一発20はちょっとえぐいわ。こっちじゃ。ああ、なんかある。切符を買わないとダメだよ。でも朝にならないと電車は動かないよ。でもここ、夜とか昼とかちゃんと区別つくのかな？電車なのかな？電車？ああ、今は夜ってことか。あ、なんかいる。ポンコツロボットはダメ。いや、ポンコツじゃねえし、ロボットじゃねえし。さてさて。じゃあこんなところにしようかな、今回は。
ちょっと長くなっちゃったんでね。というわけで、未来の世界に来てしまったモーチャス君、これからね、どんな物語が繰り広げられていくのか、こうご期待ということで、今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。